阪神を退団確定となっている助っ人外国人選手6人の中で、他11球団での活躍も見込めそうな選手を個人的にピックアップしました。他球団が獲得すべき助っ人1人目はガンケル投手。 NPB 在籍3年間で64試合に登板、16勝12敗11ホールド、防御率 2.92、 ウィップ 1.09 と素晴らしい安定感じ。投球スタイルは右下に記した通り、打たせて取るピッチング、アウトの比率の 43.2% がゴロ、 34.8% がフライと数字から見てもそのような投手ということがわかります。今シーズンの年俸が1億6500万円と少し高めですが、日本での実績も十分ですし、新外国人を連れてくるより計算ができると思うので、資金に余裕があり、投手陣の強化を図りたいチームは獲得すべき選手だと思います。他球団が獲得すべき助っ人2人目はマルテ選手。 NPB に4年間在籍し295試合に出場、打率2割6分6厘、39ホーマー、145打点、 OPS は7割9分9厘。持ち味は選球眼の良さで、2021年シーズンではボール見極め率が 82.81% でプロ野球界全体のベスト10位、また ISOD の値は 0.11 で世界3位と選球眼が優れているのがわかります。少し怪我がちなところもあるので、 DH のあるパ・リーグ球団が獲得すべき選手なのかなとも思います。他球団が獲得すべき助っ人3人目はアルカンタラ投手。今シーズンは39登板で1勝3敗、17ホールド1セーブ、防御率 4.70 と良いとは言えない成績ですが、その大きな要因となったのが巨人戦での登板。巨人戦での登板した試合を除けば34試合の登板で 34.2 回、防御率 2.08 になり、かなりの好成績となります。今シーズンの推定年俸が2億円以上と高すぎますので、その金額を抑えて獲得できるのであれば、他球団での活躍も見込めると個人的に思います。阪神を退団確定となっている選手の中でおすすめの助っ人選手が3名もいます。この3名の選手なら日本の他球団から需要がありそうですし、活躍できると個人的に思います。これらの選手の中でうちの推し球団に欲しいという選手はいますか？よければコメントで教えてください。ご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価ボタンを押していただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。